FC 今治は愛媛県今治市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するサッカークラブ。1976年に大成サッカークラブとして創設。愛媛 FC の下部組織愛媛 FC 島並時代を経て2012年から FC 今治にチーム名を変更した。2014年11月に 日本代表元監督の岡田武史が代表に就任。2016年に J リーグ100年構想クラブとして承認され、2020年に J リーグに入会した。ホームスタジアムは今治新都市にあるありがとうサービス。夢スタジアムである。1976年、愛媛県落ち郡大制町を拠点として、大制サッカークラブが創設される。 1991年、今治市東地郡をカバーする、地域密着型のサッカークラブにという狙いから今こし、フットボールクラブに、解消。2004年に、愛媛島並フットボールクラブに解消。2009年から、愛媛 FC のアマチュアチームとなり、チーム名を、愛媛 FC 島並に変更した。2011年は、四国リーグで優勝したが、 第35回全国地域サッカーリーグ決勝大会への出場を辞退した。財政的な問題で来期の活動が不透明なためと、高知新聞は報じた。2012年に、愛媛 FC から独立して、同時にチーム名を FC 今治に変更した。なお、当初は FC 今治の表記を用いていた。同年の天皇杯の2回戦で、 J1 のサンフレッチェ広島 FC に勝利した。2014年11月に岡田岳が株式会社今治夢スポーツの株式の51%を取得し、吉武博文、大木氏新藤国彦らがチームスタッフとして加わった。2015年は四国リーグで優勝したが、第39回全国地域サッカーリーグ決勝大会は、 グループリーグで敗退した。この際、岡田メソッドというトップチームから育成まで一貫した型を作ることを目標にし、全カテゴリー同じコンセプトでボールを大切にするサッカーを目指す。また、技術とコンビネーションを全面に出した攻撃的なポゼッションサッカーを目指して、プレイモデルを整理して、独自のトレーニングメソッドを開発するとしている。2016年、 監督に、吉武、岡田が代表兼務のエモに就任した。また、グローバル事業部が新設されて、中国サッカースーパーリーグの広州緑城と業務提携を結んだ。2月23日、J リーグ理事会において、J リーグ100年構想クラブとして承認された。また、今治スタジアムを建設する計画を発表した。第52回全国社会人。 サッカー選手権大会は2回戦で敗れたが、全国地域、サッカーチャンピオンズリーグ2016で優勝した。12月7日の JFL 理事会で2017年度からの JFL 入会が承認された。2020年2021年に今治市の少年サッカーチーム、今故心 FC を2013年4月に、九州合併する形で運営を引き継ぐ。現在、 U-18, U-15, U-13、U U、キッズチームを FC 今治として運営している。また、女子サッカーチームとして FC 今治レディースがあり、四国女子サッカーリーグに所属している。今治、夢スポーツに関するカテゴリー。ありがとうございます。